皆さんおはようございます。7月8日月曜日、時刻は5時を回りました。ウェザーニュースライブモーニングは小川千奈が担当してまいります。3時間よろしくお願いいたします。今日は梅雨前線が停滞する影響で、北陸や東北の日本海側では大雨に注意が必要です。また引き続き関東以西では厳しい暑さが続きます。熱中症対策を万全にして新たな1週間頑張っていきましょう。それでは現在すでに皆さんからはたくさんのウェザーリポートが届いているようです。いただいたリポートで現在の空の様子見ていきましょう。1枚目は宮城県大崎市の方からです。ニューさんありがとうございます。おはようございます。雨は一旦止んでいますが、この後も降るようです。今日は時々雨、時々曇りで27度予想、雷注意報が出ているため、お天気の急変には注意してくださいねといただいています。こちらは大崎の方から届いたリポートですが、上空どんよりとした雲が広がっているようです。この後も雨が降りやすい天気続きそうですので、東北南部の皆さんお気をつけください。では続いて見ていきましょう。千葉県野田市の方、ありがとうございます。おはようございます。雲の中に朝日が感じられる朝です。しっかり現れるのはまだしばらくかかりそう。大変蒸し暑く、ただ立っているだけでも汗がにじんできますと届きました。こちら可愛らしいワンちゃんのリポート届きましたが、いただいたの5時前にもかかわらず、立っているだけでも汗がにじんでくるという体感つけていただきました。この後も厳しい暑さになりそうです。東京でも35度を上回る予想ですのでお気をつけください。では最後です。三重県津市のカッツンさん、ありがとうございます。薄雲はありますが青空見えています。気温は30度、このまま行けば初めて30度を下回らない最低気温ですと届きました。昨日は福岡でも気温が下がりきらず、この時間帯30度超えというところありましたが、今日は三重県津市で最低気温30度ということになりました。現在も蒸し暑いということで、この後さらにまた気温ここから上がっていきますので、今日の気温の上がり具合にも気をつけてください。以上いただいたリポートでした。ではここからは最新気象解説のお時間になります。今日の解説は予報センター飯島さんです。飯島さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは先ほど届いたリポートですが、三重県津市は30度を下回らない最低気温になったということで、はい、そうですね、はい、非常に厳しい暑さになっています。で現在の気温をちょっと見ていただきたいんですけれども、はい、今ご報告のあった三重県の津市で 30.1 度、そして伊豆の稲取では 30.2 度なんですね、はい、でなぜこのように海に近いにもかかわらず顕著な高温になっているかというな、いうことなんですけれども、はい、風の予想に前線と低気圧の形を書き加えていました。これ午前9時の予想なんですけれどもね、はい、そうすると東日本の太平洋側では全体的に西寄りの風なんですね、はい、つまりこの西寄りの風が山を越えて空気が淀むような地形になっている、主に東側の沿岸部や内陸で気温が高くなっているということが分かります、はい、で現在でも30度ということですけれども、この後さらに気温が上がりそうなんですね、はい、昨夜の21時の高層実況天気図というのを解析は毎日やっているんですけれども、はい、この八丈島と関東にある立野というところ、上空1500メートルでも25度の気温でしたから、これ単純に計算すると地上の気温が39度ないしは40度ぐらいまで上がる力があるということになります、はい、今日も非常に厳しい暑さになりそうです、はい、今日も各地で厳しい暑さになります。十分にお気をつけください。そして今日のお天気ですが、心配なのが北陸だったり東北南部の雨の強まりですよね、はい、そうですね、まずこの梅雨前線が現在日本海から能登半島の沖を通って新潟県の下越、はい、そして東北の南部に伸びているようです、はい、で現在特に強い積乱雲の塊がこの能登半島の北から佐渡島の北西の海上にあります、はい、これらの雲がかかってきますので、これから主に朝の特に通勤通学の時間帯ですね、この時間帯に北陸の、まあ、新潟県の特に下越、そして山形県や宮城県などで雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります、はい、
で、この雨は午後には一旦小康状態になりますけれども、完全に止むことはありませんし、夜遅くになるとまた次の積乱雲の塊が現在山陰のずっと沖合に見えています。低気圧に伴うものですけれども、はい、こういったことがものがかかってきますので、はい、激しく降る、再び雨足が強まるということがありそうです、はい、そしてもう一箇所ちょっと注意が必要なところがありまして、それが沖縄の先島諸島になるんですけれども、はい、ここに渦を巻いている雲があるんですね、はい、これは実は上空寒冷渦といって、アッパーコールドローと呼ぶんですけれども、はい、この雲がかかる八重山地方ですね、はい、先島諸島、そして場合によっては沖縄本島、こちらでも、雷を伴った激しい雨が突発的に降る恐れがあります、はい、この後も雨が強まるところがありそうです。この後も雨が強まるタイミングだったり降り出すタイミングなど詳しくアプリからご確認ください。そして今日の空読みおしまいに教えてください、はい、まずこの西日本東日本の太平洋側では晴れるところが多いので、はい、ほとんど雲の心配がないということになっています。一方で、北海道地方から東北の北部、こちらは低気圧が近くになっています、はい、この後も最新の気象情報をお伝えしていきます。ここまでは飯島さんと今日のお天気についてお伝えしました。それではここからは地震情報についてお伝えします。現在5時2分に小笠原諸島、小笠原にて震度3を観測しました。アプリから見ていきましょう。皆さんもお手元のウェザーニュースのアプリから最新の地震情報について確認することができます。このスタジオもゆっくりとした揺れを感じましたが、地震チャンネルタップしますと、ここからですね、最新の情報ということで震度の詳細、白いボタンを押していきましょう。小笠原、東京都の小笠原で震度3ということです。まだ津波に関する情報が入ってきていません。念のため津波情報に注意してください。念のため津波情報に注意してください。そしてサポーターの皆さんからの報告来ています。東京、神奈川、そして千葉で緑色、弱い揺れを感じたという報告が多く届いています。このスタジオもゆっくりと弱い揺れを感じました。そして千葉では揺れた気がするという青い報告、コメントからも文京区揺れたなとコメント届いておりました。そしてですね、情報入ってきました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。現在アプリから最新の情報を確認することができますので、皆さんも地震チャンネルご確認ください。こちら地震チャンネルはメニューボタンの地震チャンネルから確認することができます。まだちょっとアプリ反映されていないんですが、こちらの方に情報入ってきておりまして、津波の心配はないということです。津波の心配はありません。震度の詳細という白いボタンから小笠原で震度3ということを確認することができます。地震が発生した際、まずこの震度の詳細を押すと最新の地震情報を確認することができますし、他の地震という青いボタンをタップすると過去1週間に発生した地震まで振り返ることができます。横浜北部からは無感でした、感じなかったというコメントも届いています。はい、地震の揺れ報告も見ていきましょう。オレンジ色がゆらゆら酔いそうだったという報告になります。見ていきましょう。私たちもこう酔いそうなレベルの揺れを感じましたが、あとは都内から黄色、ガタガタ小刻みに揺れたという報告も届いています。では震度マップ見ていきましょう。小笠原で、震度3となりました。小笠原諸島西方沖を震源とする地震が発生しました。今日の5時2分ですね。5時2分、東京都で最大震度3を観測する地震がありました。震源地は小笠原諸島西方沖で、震源の深さは約 530km。地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。ただ小笠原では最大震度3だったということで大丈夫でしょうか。早朝ですがお休みになっていた方ですとか、あとはちょっと早く起きて朝ごはんの準備などをされていた方もいらっしゃると思います。この後も最新の情報をご確認ください。そして震度見ていきますと、東京都で震度3、東京都の小笠原村で震度3観測しております。その他
宮城だったり福島など東北の方でも震度1の観測となっていますし、関東広く震度1の観測となっています。埼玉市からも体感震度2だったよとコメント届きました。このように YouTube のコメント欄チャットの方でこう揺れた感じとか体感アットマーク地点をつけて教えていただけると助かります。地震が発生した場合は安全第一に2回揺れたよとちょっとエリア分かりませんがコメントも届いておりました。この後も、最新の情報をご確認の上、地震が発生した場合最大震度3以上でこの番組では情報を取り扱いますが、アプリの地震チャンネルからは最大震度1確認することができます。ぜひご確認ください。ウェザーニュースのアプリを開いていただいてメニューボタンの減災防災というところから確認することができます。地震チャンネル、先ほどから情報更新されました。先ほどまでは緊急地震速報の中で分かっている情報でしたが、このように震度1の地点も詳しく確認することができます。神奈川も横浜の中区の方で観測されていたりとか、あと東京都内、千葉県、埼玉県、栃木県、茨城県、福島県、茨城県と、今回かなり広い範囲で震度1の観測があったとのことです。その他、東京都小笠原村の母島では震度3の観測となりました。このように最新の情報アプリも確認できますので、番組の情報と合わせてお手元のアプリからですとより短い時間の中で地震の情報を確認できます。ぜひこちらもご活用ください。ここまでは5時2分頃に発生した小笠原諸島西方沖を震源とする地震についてお伝えしていきました。地震の情報をお伝えします。今日7月8日5時2分ごろ、東京都小笠原で最大震度3を観測する地震が発生しました。震源地は小笠原諸島西方沖です。震源の深さは約 530km、 地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。ではサポーターの皆さんから届いた報告見ていきましょう。体感の報告です。皆さんがどのように感じたのか見ていくと、緑色が弱い揺れを感じたという報告で千葉県、東京都、神奈川県中心に届いているようです。その他関東からは揺れた気がするという青色の報告であったり、あとは感じなかったという報告も多数届いていました。では地震の揺れの報告続いて見ていきます。黄色がガタガタ小刻みに揺れたという報告、オレンジ色がゆらゆら酔いそうだったという報告が届いています。関東中心に届いていますし、このスタジオ周辺でもゆらゆらと酔いそうな揺れを弱く感じました。では屋内被害の報告見ていきましょう。揺れが小さかったため被害は発生していないところが多いということがわかります。ここまでは皆さんの報告見ていきましたが、アプリの地震チャンネルからも最新の情報を確認することができます。地震チャンネルを開いていただき、震度の詳細という白いボタンをタップしますと、
最大震度3、小笠原村の母島で観測しています。その他番組では最大震度3以上の場合に情報をお伝えしますが、アプリからは震度2だったり震度1の地点も確認できます。今回震度1は宮城県、福島県など東北の方でも観測したということが分かりますね。このように番組でも情報をお伝えしていきますが、アプリもご活用ください。詳しい情報はウェザーニュースのアプリからご確認いただけます。ここまでは地震情報をお伝えしました。小笠原では震度3だったということで、この後も安全にお過ごしください。ではこの時間お天気もお伝えします。まず届いた報告見ていきましょう。現在は北陸から東北南部にかけて雨の報告が届いており、もうすでに豪雨レベルの報告が届いています。昨日は東北でも警報が発表されたりと雨が強まりましたが、今日の中心北陸から東北南部となりそうです。この後も雨の強まりにはお気をつけください。その他北海道も雨降りやすくなっています。体感の報告を見ていくと、この時間すでに蒸し暑いと感じる方が多いようです。この後さらに気温は上がり、引き続き猛暑日予想となっているところもあります。昨日に引き続いてしっかりと暑さ対策をお願いします。ここまでは届いた報告見ていきましたが、詳しいエリアごとのお天気この後見ていきます。ウェザーニュースアップデートの時間です。北海道エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。雨の降ることがあり、一時的にざっと強まったり雷を伴う恐れがあります。外出には傘をご用意ください。予想最高気温は札幌で23度です。朝晩は過ごしやすくても昼間はジメジメと感じられます。以上北海道のお天気でした。東北エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。雨の降ることがあり、一時的な強まりに注意が必要です。また南部では雷雨にも注意してください。外出の際は雨具があると安心です。予想最高気温は仙台で29度、福島では31度です。昼間はムシムシジメジメと感じられます。以上東北のお天気でした。関東エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。強い日差しが降り注ぎ、酷暑が続きます。熱中症に厳重警戒をしてください。北部では天気急変に注意が必要です。予想最高気温は東京で37度、埼玉では38度です。日中は屋外での活動を極力控えて、室内でも冷房を使用してください。以上関東のお天気でした。中部エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。太平洋側を中心に日差しが届きますが、日本海側では雨が降ることがあります。雨の強まりや雷雨の恐れがあるため注意が必要です。予想最高気温は名古屋で36度、静岡では38度となっています。太平洋側ほど危険な暑さが続きますので、熱中症に厳重に警戒してください。以上中部のお天気でした。
近畿エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。強い日差しが届きますが、北部を中心に雨が心配です。強雨や雷雨にもお気をつけください。予想最高気温は京都で36度、奈良では35度です。厳しい暑さが続きます。万全な熱中症対策が欠かせません。以上、近畿のお天気でした。中国、四国エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。中国地方は広く日差しが届くものの、山陰を中心に雨の可能性があります。鳥取県では雨の強まりや雷雨にもお気をつけください。一方、四国地方では強い日差しが降り注ぎ、厳しい暑さが続きます。予想最高気温は岡山と松山では35度、高松では36度です。日中は屋外での活動を極力控えてください。また室内でも冷房が必須です。以上、中国四国のお天気でした。九州、沖縄の今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。まずは九州です。各地で日差しが届きます。ただ東シナ海側を中心に雲の目立つことがあり、にわか雨が心配です。外出には折りたたみ傘をお持ちください。予想最高気温は宮崎で36度、鹿児島、福岡では35度です。厳しい暑さが続きます。お気をつけください。続いて沖縄です。青空が広がり、夏本番の体感です。日中は紫外線対策も抜かりなく行いましょう。にわか雨の可能性がありますが、雨宿りでしのげそうです。予想最高気温は那覇で34度となっています。1日を通して蒸し暑く、夜も寝苦しくなりそうです。以上、九州沖縄のお天気でした。ではこの時間、アプリからまずは熱中症情報を確認していきます。今日も各地で対策必要になりそうです。メニューボタンから熱中症情報を確認していきます。今日も非常に危険という紫色のアイコン、あとは厳重警戒、赤色のアイコン広がっており、この非常に危険は不要不急の外出控えてくださいというレベル、そしてこの赤色ですね、危険というのが外出はなるべく避けてくださいというレベルになりますので、赤だったり紫色のところほど今日なるべく外出控えてくださいということを示しています。なるべく涼しいところでお過ごしください。昨日も暑くなりました。静岡では40度に達した地点あったということです。そしてレーダーボタンから雨雲レーダー見ていくと、この後の雨の強まるタイミング詳しく確認できます。この後お昼頃にかけて北陸だったり東北南部で雨が強まりそうですので、時間を進めていただきながら、このご自身のお住まいの雨雲をご確認ください。ここまではアプリから今日のお天気見ていきました。ではこの後5時30分から番組再開です。皆さん今日も元気にいってらっしゃい。皆さん、今日はですね、一旦止めます。これやむの？わかんないっす。ウェザーニュースはなんて言ってんの？はい？いや、ウェザーニュースはなんて言ってんの？一番当たるお天気アプリ、ウェザーニュース。無料やで。
時刻は6時30分を回りました。週明け7月8日月曜日のウェザーニュースライブモーニングは小川千奈が担当しております。残り1時間半よろしくお願いします。この後も最新の気象情報、そして今日は非常に危険な暑さが予想されています。昨日は静岡では40度に達した地点もあり、かなり厳しい暑さになったかと思いますが、今日は関東の中でも40度に迫るようなところがありそうです。命に関わることですので、この後も詳しくお伝えしていきます。では現在まず幕張のお天気見ていきましょう。先ほどまではウェザーミュージックキラリお楽しみいただきましたが、今日はキラリと輝く太陽はないですかね。曇っている、いや逆方面なんですね。あー、千葉方面はゲストがいるということで、ちょっとこちらの方がねいいですね。はい、噴水に飛び込みたくなるということで、反対側にはね太陽出ているみたいなので、皆さんも周りの太陽見渡してみてください。千葉方面だと、あ、東京方面ですか、こっち、あ、こっち、あ、この辺に確かにスカイツリーとか見えますもんね。でも今日は見えないということで、東京方面ちょっと曇りがちであることがわかります。あ、千葉方面見えそうですか、ありがとうございます。あ、はい、まさにキラリと眩しい太陽が光っているようです。この後もこのようなね厳しい日差しが降り注ぎますので、非常に厳しい暑さになりそうです。なんかこう最近日傘を差して歩いていても、地面からの照り返しがすごいっていうか、その日傘を差しているとしてもこう顔に来る暑さがすごくてですね、もうなんかあの逃げ場がない暑さですよね。北海道涼しいよ、いいねいいねって言っちゃったいいですよね、行きたいです。そういったね地点によっても体感違うと思うんですが、あとは個人差もありますからね、あのしっかりと服装だったり体感の調節を行って命守っていきましょう。ここまでは現在の幕張で、今日も引き続き関東以西では晴れるということが分かりました。では気温予想を見ていきたいと思います。暑さに注目です。やっぱり事前にねこういった気温上がるっていうのを分かっていると対策につなげることができますので、見ていきましょう。14時の予想です。最も気温高くなると言われているぐらいのタイミングですが、関東が真っ赤になっています。真っ赤だと35度を超える猛暑日予想のところになるんですが、関東以外にもね近畿だったり中部などにもありますが、このように太平洋側中心に赤く、特に関東はのっぺりとね赤色に染まっていることがわかります。都内などはほとんどもうね全部35度なのではないでしょうか。ということで今日はこのように関東も真っ赤になっています。改めてアイコンも見ていきましょう。今日7月8日月曜日の全国のお天気ですが、気温について見ていくと、やっぱり太平洋側ほど猛暑アイコン広がっています。名古屋36度、東京37度と40度に迫る勢いです。この後も各地気温が上がっていき、危険な暑さになります。東京だと昨日は結構曇っていたと思うんですけど、今日結構晴れてしまうので37度プラス3度と昨日よりも気温が上がってしまいます。昨日ですでに暑かったと思うんですけど、今日かなり暑くなりますので、なるべく今日は室内にいるようにしてください。ただお仕事などで外に出なければならない方もいると思います。そんな方はしっかりと水分取ったり、あとはなるべくねそういったクーラーだったりなどを使っていただくなどして、この後も対策をしてください。ここまでは今日の気温について注目していきました。そして今空ミッションでは暑さに関するミッションをオープンしています。今の暑さがどうか皆さんに今聞いているんですが、途中経過マップにしたものがこちらです。6時34分の時点ですが、こうパッと見てこのね距離からも黄色が多いなって感じます。東日本以西特に黄色が多いんですが、普通の暑さと感じる中が方が多い中で、徐々に関東以西で危険な暑さと感じるこの赤色の報告が増えてきました。はい、今もこうピカーンと
光ったんですけど、今こうリアルタイムでアプリで報告してくださったものが反映されているので、はい、このようにどんどん増えてきています。そして北日本では暑くないと感じる方もいるみたいで、やっぱり地点によって体感もね異なるみたいです。ただ危険な暑さと感じる方もどんどん増えてきています。そして何よりも今ねまだ7時前なんですよ。7時前で危険な暑さって感じる方がこれだけいるっていうことは本当に猛烈な暑さだと思います。見ていくと昨日静岡40度に達したところありましたが、そんな東海危険な暑さと回答されたのが 25%、 関東も同じく 25% となっています。そして関東は暑くないと回答された方が 4% しかいないので、少なからず暑いと感じる方が9割以上いるということになります。エリアごとで見ていくとやっぱりね体感も異なりますが、暑さ感じている方が多くいますので、この後も対策をお願いします。そして今エアコンつけてますかというミッションもオープンしています。青色が冷房つけてるという報告ですが、やっぱり各地でいますね。北海道にもいらっしゃいますし、この時間から冷房をつけてるという方もどんどん増えているみたいです。あとは家にいないっていう報告もありますので、今お仕事に出ていて家にいないよっていう方もぜひそのような回答をしていただけたらと思います。冷房すでに7時前ですがつき始めているということ、分かりました。ではエリアごとで見ていくと、沖縄 100%、 やっぱりね沖縄は暑いと思うんですけれども、関東が6割超えています。関東は冷房をつけているが6割、盛岡の方エアコン止めてます。あ、じゃあ東北はね冷房つけているが4割ですので、4割弱ですのでエアコン止めているという方もいると思うんですが、やっぱり関東以西ほど冷房つけている割合が多くなっています。ということでこの後もこの冷房を無理せず使って体調管理を行っていきましょう。26度設定でエアコンつけてますと届きました。もう必須ですね。命を守るためにもすごく大切なものですので、扇風機だったりエアコンなど、こうね、冷やすグッズを使っていただきながら、この後も暑さ対策を行ってください。では静岡県清水区見ていきましょう。日差しがね朝から届いているということで、今日も引き続きこの日差しが届くと暑くなりそうです。それほどもこもことした分厚い雲なども確認できず、薄い雲がベースですので、やっぱり日差しが直接届くところが多くなりそうです。熱中症対策を万全に、あとは室内にいる方もクーラー万全に効かせるなど、屋内外飛ばず暑さ対策必要になります。ここまでは静岡の今のライブカメラ見ていきました。では熱中症のサインも見ていきたいと思いますが、本当にね特に小さいお子さんだったり高齢者の方ほど気をつけていただきたいものになります。熱中症のサイン見ていきましょう。この後脈拍が速くなる、呼吸が増加する、顔色が悪くなる、めまいがする、皮膚が乾き赤くなる、異常に体温が上がる、これらが熱中症のサインとなります。少しでもいつもよりなんか体調おかしいなと感じたら、無理せずまずは水分取って涼しい場所に移動するようにしてください。その後こう吐き気など体調に異変がありましたら、病院に行くようにしてください。このように暑さ対策に加えて熱中症の際も日頃から確認しておくことが大切です。この後も暑さ対策していきましょう。私たちも最新情報をお伝えしていきます。そしてこの番組の中でも暑さ対策などお伝えしていますが、熱中症情報というのがアプリにあります。アプリから事前にどのくらいのタイミングで暑さピークになるのか、またどれくらい熱中症注意が必要なのか、アイコンで確認できます。アイコンの説明見ていきますと、非常に危険レベル、紫色のお日様がもうマックスということになるんですが、不要不急の外出控えてくださいというレベル、そして赤色が危険、外出はなるべく避けて涼しい室内にいてくださいというレベルです。はい、夜も暑くて眠れないっていうコメント今届いたんですが、このアプリだと夜間もどれだけ必要なのか確認できます。ちなみに今日の夜見ていきましょう。今日の夜見ていくと、広くこの苦しそうなオレンジ色のお日様が広がっています。
これは厳重警戒レベルといって熱中症の患者さんが急激に増え始めるレベルということを示します。ですので夜間も日が沈んだからといって油断はできません。名古屋から福岡まで今日は夜間も厳重警戒レベルが続きますので、夜間も無理せず扇風機だったりエアコンを使用するなど熱中症対策を行ってください。そして今日の昼間見ていくと厳重警戒多くなっています。現在地というところから時間帯も見ていきましょう。このスタジオ周辺は9時から16時まで非常に危険で、気温も38度に達するということが分かりました。そしてこれだけ暑いということは日差しも届きそうですね。今度はメニューボタンに戻っていただいて紫外線予報も見ていきましょう。皆さんは紫外線対策できているでしょうか。どれだけ今日は紫外線がありそうか確認できます。このように3日間先まで確認できるんですが、現在地付近というボタンが一番上にありますので、ここから確認可能です。見ていくと今日11時から13時まで強いということになります。日中はできるだけ日陰を使ってください。できるだけ長袖シャツや日焼け止めを使ってくださいというレベルになります。アイコンとしては猛暑アイコンが広がっていますので、この暑さに加えて紫外線対策もまた、ね、必要になりそうです。ちなみに沖縄方面見ていきますと非常に強いというアイコンも出てきております。日中の外出なるべく控えてくださいと紫外線対策の面からもこういうコメントが出ています。必ず長袖シャツ、日焼け止め、帽子を使ってくださいということで、はい、こう日焼けをしてしまうとね、やけどに近い状態になってしまうところもありますので、日焼け止めだったり、あとはもう本当に強い日差しが届く南西諸島の先島諸島方面などでは長袖シャツを必ず着用したり、あとアームカバーなどですね、着用するようにしてください。ここまでは紫外線予報と暑さ対策、熱中症情報を見ていきました。ではここまでは暑さ対策、紫外線対策について見ていきましたが、改めて現在のお天気や気温を見ていきます。まず現在のお天気から警報から見ていきたいと思いますが、現在山形県と宮城県に大雨警報が発表されています。いずれも土砂災害に警戒してくださいということで出ておりますが、警報注意報チャンネルというのもアプリにありますので、ぜひそちらからも詳しいエリアご確認ください。ここまでは現在発表されている警報について何県に発表されているのか見ていきました。では現在届いた報告、北日本から見ていきます。現在北日本、北陸、以北では豪雨レベルの報告がこれだけ届いているということになります。特に山形県内で今豪雨レベルの報告これだけ届いているんですが、活発な雨雲が上空覆っております。赤色ということでざっと雨を強まったり、あとは雷伴うところもこの後ありそうです。すでに雷レーダーアプリに映っていたりしますので、アプリ見ていきましょう。こちらが普段レーダーボタンから雨雲レーダーなど見ていただいているんですが、この雨雲レーダーちょっと進めていただくと落雷というモードがあります。もうすでにですね、今福島県内で落雷発生しております。そして先ほどから見ているんですが、このように位置を変えながら結構あるタイミングによっては新潟県とか、あとは長野県内に集中しているタイミングもありました。こちらが5時前ですね。そこから時間を進めていきますと、このように時間、進めるごとに位置を変えながらも雷雲発生しています。この後8時過ぎになりますと、今度は能登の方にも雷雲発生する見込みですし、そして時間を進めていくと、この後9時前にはだいたい山形県と宮城県の境目あたりに雷発生する見込みです。最大3時間先まで確認できますが、位置を変えながらこの後も、あとは
9時過ぎには佐渡島ですね、雷マークこれだけ集中しそうです。ですのでこのタイミング特に、なるべくですねコンクリート建ての頑丈な建物などにいていただきたいと思います。ということで雷マーク集中するタイミングもあると分かりました。では実際届いたリポートも見ていきたいと思います。山形県酒田市の方です。急にザーザー降りの雨と届きました。非常に大粒の雨がしきりなく降り続いている様子が伝わってきます。先ほど山形県上空はこう山形県がすべて覆われるような形で活発な雨雲がかかっていました。この後もこのような降り方お気をつけください。傘が役に立たないような雨になっています。なるべく今日は外出荒れたタイミングだと控えていただきたいですが、お仕事などで出勤される方はこの後替えの靴下とか着替えタオルなどがあるといいかもしれません。では今度はお隣の宮城県の空です。大崎市のタッカンさん、ありがとうございます。再び雨足が強くなりザーザーと雨が降ってきましたと、雨がこう断続的に降り続いている様子をいただいています。現地の方から強弱繰り返していると教えていただいたんですが、現在また強まってきたタイミングになります。この後もこう弱まり強まり雨雲レーダーから分かりやすく確認できますので、アプリからも事前にご確認ください。では最後北陸、新潟県新潟市の空の使者さんです。風が冷たくひんやりした体感と届きました。こちらは曇り空の様子ですがどんよりしていますね。風が冷たいというのも天気急変のサインの一つだったりしますので、この後も雨の強まりお気をつけください。ではもう宮城だったり山形ザーザー大降りでしたが、現在の降水量ランキングも見ていきます。1位が山形県荒沢で 28.5 ミリ、2位が根津ヶ関で19ミリになっています。もう1位は30ミリに近づいてきました。低い土地で浸水してしまう恐れもありますので、なるべくアンダーパスの走行などは控えていただきたいと思います。そして新潟もですね、3位新潟県粟島で15ミリ、山形県と同じぐらい降っているところがあります。この後新潟も雷、先ほど落雷で発生するタイミングありましたので、この雨雲レーダーと合わせて落雷レーダーも各地ご確認ください。1時間降水量今25ミリ超えているところもあると分かりました。ではこの後の雨雲の予想を見ていきたいと思います。アプリから雨雲レーダー見ていきましょう。こちら雨雲レーダー見ていくと、活発な雨雲が現在も山形だったり新潟周辺通過中です。どの方向に動いていくのかというと、東の方に動いていくものの、どんどんまた新しい雨雲流れ込んでくるため雨は降り続く予報になっています。あとは夕方以降もですね、山形県内かなり活発なこの赤い部分ほど危険になります。時間を進めていただくと北海道の方でもまた降水がある予想ですのでお気をつけください。あと今雨の中心東北南部になっていると思うんですが、雨雲レーダー進めていくとこの後東北北部でも降るタイミングありそうです。あとは先ほど見ていったように合わせてこの落雷レーダーもご利用ください。はい、この後まもなく山形などにも雷発生するタイミングありそうです。そしてライブカメラモードを見ていくことができます。ライブカメラ、皆さんにも空カメ結構設置していただいていると思いますが、アプリからも実はその映像を見ることができます。例えば今山形見ていきましょう。こちら分かりやすいです。屋上のようなところに撮影していただいているので降り方とかもすごい分かりやすいんですが、まず雲が黒っぽく、そしてこの屋上が濡れていますので雨が強まっていることが分かります。会員限定にはなりますが24時間このように振り返ることもできます。昨日は降っていなかったタイミングもあったようなんですが、この後ですねどんどん強まってきていますのでお気をつけください。ということでこのようにライブカメラも現地の様子見ることができます。宮城県もかなり分厚く黒い雲広がっていますし、現地のお天気も確認できます。ちなみに空カメ設置していただいているのは、この本映像はマイライブ
カメラ規格によるものですと書いているのが空カメ映像でして、その他は既存のライブカメラになります。ここまではライブカメラモードで現在雨のエリア中心に見ていきました。皆さんもご活用いただけると幸いです。ではこの後は予報センター飯島さんと一緒に、この先ほどもお伝えしていきましたが、東北南部や北陸など雨のエリア中心にお伝えします。今日は梅雨前線が停滞する影響で、東北南部や北陸では大雨に警戒が必要です。飯島さん、はい、まずは現在の様子を教えてください。はい、現在ちょうど山形県のあたりに非常に活発な積乱雲を含む雲がかかっています。能登、はい、半島の北にも積乱雲がありますね。はい、でこれらの雲は全体として東に移動しているんですけれども、はい、ここに前線の大まかな形を書き込んでいました。でシミュレーションからすでにもう少しずれているんですけれども、はい、これらの雲は全体として、ほぼ真東に移動していますので、はい、山形県、宮城県、そして新潟県の主に下越ですね、そして能登半島の北部、こういったところではこれからちょうど朝の通勤通学時間帯に雷を伴って強い雨、場合によっては激しい雨が降る恐れがあります。はい、そしてこの雲の形を見ていますと、次の大きな雲の塊がその山陰沖の日本海に見えています。こちらですね。でこれらがかかってくるのがだいたい移動を追っていきますと今日の18時頃ということになりそうです。はい、ですから北陸の東部や東北の南部では強弱を繰り返しますけれども、まあ、一つの目のピークはこれから今朝朝の時間帯です。そして次は夕方の時間帯、はい、さらには明日の朝再び強まる恐れがあるんですね。はい、大体半日ぐらいの周期で強まったり弱まったりを繰り返すというのが梅雨前線の大雨 の特徴なんですけれども、はい、実感を進めていきますと、一つ目は朝の時間帯、そして18時頃ですね、黄色の予想はありませんけれども、はい、降水の予想があります。そしてさらに日付が変わって明日の朝になりますと、梅雨前線上の低気圧が進んでくるためにこの強い雨の範囲が東北の北部に移動してきそうなんですね。はい、山陰でも強い雨の予想があります。半日ぐらいの周期で強まったり弱まったりする雨、特に今朝のタイミング、そして今日の夕方頃のタイミングで、強まる雷を伴った雨に警戒が必要になります。はい、この後も強弱を繰り返しながらも断続的に北陸、東北南部では雨が降り続く見込みです。雷を伴うところもありそうですので、この後一旦弱まったとしても油断せず、最新の情報をご確認ください。詳しい気象情報や雨のピークについてはウェザーニュースのアプリから確認することができます。ではここからはアプリを使って警報注意報チャンネルのご紹介です。ウェザーニュースアプリには警報注意報チャンネルというのがあります。番組内でももちろんお伝えはしていますが、この画面詳しい件タップしていただくと現在発表されている警報のエリアについて詳しく確認できます。現在宮城県大崎市西部には大雨警報発表されていたり、あとは山形県にも発表されていたりします。このように注意報警報含めて最新の情報アプリから確認できますので、こちらもぜひこの後ご活用ください。ここまでは警報注意報チャンネルアプリからご紹介しました。それではこの後も雨が強まるところ、そしてアプリの落雷レーダーにも雷雲ありましたので十分にお気をつけください。この後7時から番組再開します。